字がいっぱい書いてあるか。増録っていうとこから来てますよ、うん、構成員の皆様、再集結していただきありがとうございます。今回のツアーに参加して気がついたのですが、前回の再集結よりも信者の年齢層が非常に広がったのではないでしょうか。私が確認しただけでも、下は小学生くらいから上はもうすぐ年金生活にとか、あとがいらっしゃいました。もう調査したんだからな、そうなのかな、調査したとか言って、私が見たところは、まあ調査じゃないか、それは。そうね、信者である自分が言うのもおかしな話ですが、ここまで個性の強いバンドが俺たちのことか、そうな老若男女に受けるというのは正直驚きです。そうか、そうなの。しかも過去すでに解散していて、すでに日頃は活動してないのに大きなお世話だ。そこで当選の皆様に、質問なんですが、解散してもなお世紀末が、ここまで信者を引きつけ新しい信者まで獲得している原因は何だと思いますかと。これはまあみんなに来てんだね、うん、気になって昼寝もできません。しなきゃいいじゃないですか。ご回答をお願いします。まあそうだね、まあね、俺が思うに、やっぱり過去、例えば10年とか15年に、こういうバンド、俺たちみたいなバンドはないんだね、きっと、うん、こんなことをやってるバンドはなかった。で、まあ、そういうことが、まあ、どんどんこう、だんだん、こう、なんていうんでしょう、伝説のように広まっていって、で過去の映像とかが、まあ、ジェルも言ってたけど、YouTube とかに上がったりとかして、そういうとこから、じわ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 と、こう、なんていうんでしょうね、盛り上がりを見せていったんじゃないのかな。それでやっぱりみんなのおかげだよ。だからここにいる信者のみんながやっぱりこう口伝いに下の者、いろんな友達とか会社の上司とかそういうの巻き込んでこう、まあ、その草の根活動してくれたおかげじゃないかと思います。ありがとうございます。って思いますもんね。皆さんどうでしょうか。もうそうだと思うよ。本当にそこに御所が言ったことに修練されてると思う。まあそのね、唯一無二ではあるからですね。必ずじゃ唯一無二です。そうですね。いや、無冠の帝王っていう本が出てたり、ツアーパンフに、松崎様だったり、音楽評論家の山本隆さんなんかがこう文章を書いてくれてるけど、ああいうの読むと客観的になるほどねって非常にこう冷静にこう分析なされてるよね。で、ただ自分たちが思うのは、まあ、我が輩が思うのは多分ね、質に対する妥協を我々はしないからだと思う。で、関松っていろんな側面を持っている。その面白い、かっこいい、まあなんか豪華だとかドラマチックだとか、まあ、いろんな側面があるけども、誰か一名が全てを何か担当しているというわけではなくて、みんなそれぞれ持ちは持ち家のようにいろいろなことのこだわりのポイントがあって、それをこうじゃあ突き詰めていくにあたって、いいからさ、そんなの適当にやったっていいんだよ、もう俺たちバカ派手にやってるんだから音楽のことだっていいんだよなんてことには絶対ならなくて、音楽は音楽で絶対きっちりしたものを、誰にも負けないものを作ろうぜ。それはメロディーもそうだし、ギター のカッティングとか、そういうのもそうだし、詞の内容もそうだし、ものすごい一曲作るのにエネルギーを使うじゃない、我々で。なおかつ今度それをミサでやる、ミサをやるにはだって曲順を決めるっていうだけであんなに長いミーティングやってさ、曲順ね、ミサもそうだけど大経典もそうだけど、曲順決めるっていうだけで喧嘩が起きるからね。昔から今まで、今に至るまで、今回もだって実はあったんだ。喧嘩まではいかないけど、ギリギリのところのものがね、うん、それでやはりステージセットがどうしたのか何だのとかっていう、もう一つ一つ決めていくことにとことんこだわってやるからなんじゃないの、やっぱりそれは、うん、それは本当にもう、なんだっけ、ボディーブローのように聞いているというかね、分かんないかな。まあね、それを自分たちで言っちゃってもねって感じで、ね、
建物に例えるなら基礎工事をしっかりやって鉄筋の数は絶対ごまかしてない。すごいズラのせいじゃん。姉はずらとか言って、他に補足することはありますか？ありますか？大丈夫ですか？もうね、そうやって基礎工事をしっかりしたものをしてしたって、これだけの人が来てくれるんだから、これが証拠ですよ。ありがとうございます。では、頑張ってください。ということで、まあ、そうだね、なんか高見君みたいな話だったんじゃないかな、今言ってたことでかもしれないね。私は音楽だと分かってるでしょ。だからみんながいいんだもんね。そうだよね。お次、次が次、はい、確かに和尚の後はいつが終わりか分かんないね。だから自分で見極めてね。しかもナマズは危ないしね。気をつけてね、ナマズもね。今までで一番スリルあるんだけど。はい、ある意味ゾンビより怖かったです。そうだね、ゾンビは怖いって最初から分かってるからね。そうそうそう。怖くなさそうなのに怖い。いいですか？はい、どうぞ。フェアファックスアベニューですね。何かで、ね、携帯や時計は持たないと言っていた気がしますが、本当ですか？不都合はありませんか？携帯がないと待ち合わせとかで困るような気がするのですが、これ俺の話なんだけど、これ持たないんですよ。携帯も時計も持たない。そうだよね、ほんと持ってない。本当に持たない。困ってないもんね。全然、むしろめっちゃ自由。もう悪魔はね、我々困るよね。急ぎで連絡しなきゃいけないみたいな時って全然連絡取れないんだよね。いやいやいや、でも大丈夫でしょ。結果、なんとか今のところね。結果大丈夫なんですよ。結果大丈夫。なんで持たないかっていうと、まあ、携帯電話をね、こう耳に当てると、俺の場合ね、5秒当てただけでも30分ぐらい頭痛いのよ、こっち側が当てた方が。それでもう、だから人の携帯にかかってきて、ちょっと変わってとかって言われて、いや、出ないの。いや、出ないの。だから、そばにいるマネージャーだったりとか、そういう人を経由して話をする。まあ、そんなんで、まあ、それが不都合かどうかって言われれば、俺にとっては全然不都合になる。むしろめっちゃ自由。もうね、出かけたら出かけたっていう、留守は留守ですよ。そうだけど、時計を、まあ、なんか、時計はね、もう本当、中学生の頃はね、用紙の仮の中学生の頃はつけてたの。でも、あまりに邪魔で、で、外してから、そこから一切つけたことがないんだけど、そうすると、自分の体の中に時計ができてくるのよ。腹時計。腹時計っていうのかな。だから、だいたい太陽の位置とか、影の長さとか、原始人みたいな。影の長さとかね。大体そういうのに時間はほぼ誤差なく分かるというのが、万が一は腕時計はしないんで、それは分かる、非常に、ね、大体今何時ぐらいかとかね、大体分かるんでね、うん、分かるようになってくる。だから時計持たない、持たなくても遅刻しないじゃん。そうなんだよね、遅刻しないんだよ。絶対遅刻しない。すごいな。時計を脱ぎ捨てよう。時計を脱ぎ捨てよう。時計を脱ぎ捨てて間違えてよ。みんな振り向くぜ。みんなそんなこと書きやすい話。そうか。あと待ち合わせとかもさ、不便じゃないかって言うけど、今の人たち、携帯持ってる人たちの待ち合わせはいい加減すぎるよ。時間も場所も。だから俺みたいに持ってないやつは何時にどこどこぴったり。でそれでさ、相手も緊張するんだろうね。うん、だから10分。待ち合わせだと急に連絡つかないからこっちも遅れられないやつ。そうそう。俺10分待ったら帰るから。もうだって機嫌悪いじゃん、自分またさ。帰ります。そんなに。じゃあ、俺と君は出会えないな。
から先行って待ってるそうかそうかあの由比ヶ浜で待ってるから花火始まっちゃってるかもしれない花火見に行ったっていうね話をしてですね、何年か前にね鎌倉っていうところで海の上で花火をやるそこに一緒に行ったんですその時の話をちょこっとしたんですけど話す長いからこれぐらいにしますはい、時間の都合で質問コーナーはここまでということになりました。